た。ありのまま今起こったことを話すぜ。朝になって前回連れてきたラクーンスライムの柵に来たら、石になって嫌がったんだ。え？これ本当にラクーンスライム？特徴的な尻尾といい、この顔の柄は間違いないんじゃないか？どうしよう、これどうやったら治るのかな？石になったら水をかけたら治るかも。これ、もしかして石に化けているんじゃないか。昔話の狸みたいに。ああ、この変化は何かしらの刺激を与える必要がありそうだ。それならやっぱり水よ、ポンプを装備して水をかけてみましょうよ。お金はある、素材が何もない？ええ、すぐに作れないのね。今からこれを集めるとしたら結構時間がかかりそう。本当に水をかければ解決するのかもわからないし、そもそもどうしてラクーンスライムは石になったのかよく考えてみよう。確か前回連れてきた時は夜だったわよね。ああ、朝になってきてみたら石になってたんだぜ。ってことはまさか、太陽の光に何か問題が。試しに太陽光を遮断してみよう。もしかして夜行性のスライムなの？夜行性のスライムだったー。水じゃなくて日光を遮断すればよかったのね。言うの忘れてたわ。俺たち火を浴びると石に変化しちまうんだよ。そうなると仮死状態みたいなもんだから飯も食えねえんだ。そうだったんだね。でもこれでもう安心だよ。昼間に探索してたから、そやラクーンスライムを見かけなかったわけだよな。昼間は白い石像になるなら余計見落としちゃうわ。ふう、焦ったけど無事に解決してよかったよ。これでまた一つウプ主の頭にスライムの情報が記録されたわ。忘れないことを祈るぜ。あ、また誰かから電話が入ってる。オグデンのおっさんがこの島のこと随分と心配してるんだよな。この人は相変わらず AI の話をしているわ。オグデンさん、何かわかったかな？グラシアスベアトリクス、連絡くれてありがとう。その島の謎はじっくり煮詰めたソースの味みたいにいよいよ深まってきたみたいだね。島の奥に石造りの巨大な建造物を発見したんだって？なんだか怖いねー。やっぱり僕の思った通りその島の不思議な植物は自然に生えたものじゃないのかもしれないね。手を加えられたことは確かだ。どうも引っかかるんだ。過去にハルカーナ星で見つかった遺跡はどれも環境に害を及ぼしているようには見えなかった。自然と一体化してたしね。確かに、誰が何のために作ったのかは謎なんだけど、どの遺跡にも必ずこの星への愛が感じられたよ。とはいえ、過去に何らかの事故が起きたんだとしてそれを止める道があったのかと聞かれると何とも言えないな。例えば野原を歩いていて花を踏みつけそうになって避けようとしたら別の花を踏んでしまった、なんてことも起きるよね。仕方がないってことよ。事故を起こそうと思って起こしたんじゃないんだろうね。野に咲く花たちにありのままの姿で生きていて欲しかったらそもそも僕たち人間は近づいちゃいけなかったりする。そうだな。スライムたちはどう思ってるんだろう？まあでもそんな悲観的になる必要もないと思うよ。今のところレインボー島の環境は良好な状態みたいだしそうやって自然に調和が保たれる場合もある。もちろん、必ずそうなるとは限らないけどね。そうか、この島はまだスライムたちが普通に暮らしてるから大丈夫なんだね。一体過去に何があったのかは知りたいわ。その壁の向こうに何があるのかわからないけど、ベアトリクスなら大丈夫。きっと、正しい判断ができるはずだよ。やっぱりあの先には何かがあるよね。その謎を解明していくのが私たちの目的だろ。そうよ、それでこそ冒険だわ。ってことで、前回見つけた巨大コウモリスライムを爆破するべく、大好物のザクロ石を栽培したので、こちらを持っていこうと思います。大好物が肉以外なら意外と簡単に手に入るのよね。そもそもこの黒いの果物だったんだな。30個も持っていけば爆破するでしょ。待っていなさい、今すぐ爆破させてあげるわ。分だけ見るとただのやべえやつに見える。ふう、テレポーターがないからやっぱり遠いね。早いところテレポーター作ってすぐに移動できるようにしたいぜ。あれ？ここの洞窟は行き止まりなのね。そうなの、何をしたら開くのかわからないんだよね。爆弾とか落ちてない？そんな物騒な世界じゃねえ。ボムスライムの爆発でもびくともしないのは検証済みだよ。となると、反対側から何かをするんだろう。誰か、どうにかしてください。お任せかよ。確か巨大コウモリはこの辺じゃなかった？この近くにいたよね。ああ、ダイヤモンド、ダイヤよ。こんなところにダイヤがあったの初めて知ったよ。貴重な素材だけど、いろいろなガジェットに使った気がするぜ。ダイヤがここで取れることが分かったからもう怖いものはないわ。ダイヤパワー凄まじいな。この下だったかな？イエーイ、正解正解。お、なんか持ってきてくれたの？はい、君の大好物、これでも食べて爆発してよ。親切サイコパスかな？やっぱり大好物は嬉しいみたいねー。大きくなるスピードがとても速い。パイナポー。どういうことなのか理解できないがまあいいだろう。
この先には一体どんな宝が。ちょっとみんなどいてどいて。洞窟みたいになってるんだな。ドキドキ、ダイヤの畑が広がっていたりして。結果的にあの壁を開通できました。嬉しいけどなんか複雑な気分。ショートカットがこれでできるようになったのか。なかなか新たな隠し通路は発見できないもんですね。そういうもんだ。とにかく巨大スライムたちを破裂させていくしかないぜ。過度な期待はしないように。巨大スライムはハズレも多いものなのです。ってことで今回の目標は達成。次回は他の巨大スライムたちを破裂させようと思います。ってことで撮影裏で食料確保よろしくね。誰か手伝ってー。私だ。次の場所は、ああ、よろしく頼む。よーみんな、久しぶりだな。大泥棒のヤミーだ。姉貴、私もいますよ。こいつはアシスタントのフランだ。姉ちゃん、僕も連れてって。え、ユート？ユートはこの仕事から離れたんじゃなかったの。一度は離れたんですが、どうにもあの時のドキドキが忘れられなくて。そうか。若造、こっちは遊びじゃないんだぞ。それをわかっているのか。もちろんです。真剣にお手伝いさせてください。姉貴、どうしますかい？信頼できる仲間が増えるのはこっちとしても得だ。いいだろう、暇するんじゃないぞ。姉貴。あ、ありがとう、頑張るよ。それじゃあ今回の現場を説明するぜ。今回侵入するのは宝石店だ。おお、初の宝石店ですね。しかし、宝石は盗まねえ。え？宝石店にある金庫内の金を盗むんだ。なるほど、宝石なんて盗んだって換金が面倒ですし重たいですもんね。宝石店なら宝石を盗むだろうと思っちゃう僕はまだまだです。最初は誰だってそんなもんだって。でも私のようにくじけずに姉貴の元で修行を積めば一流になれるよ。お前はまだ三流くらいだろ。おーい姉貴、こっちです。こっち裏口の確保ご苦労。中の警備状況は？今日は警備員が一人もおらずコンピューターセキュリティになっています。お、それはラッキーだ。でもコンピューターのセキュリティも相当厳重なものじゃないんですか？大丈夫大丈夫、姉貴ならコンピューターくらいぶっ壊せるから。私を何かの化け物と勘違いしてねえか。銀行もそうだが宝石店もそこら中にレーザーが張り巡らされているだろう。お前ら、くれぐれも触るんじゃねえぞ。ひぃ、そう言ってるそばからもうレーザーが。裏口にもレーザーを張っているなんて随分と厳重だな。厳重にするだけのものがここの店にはあるってことだ。なるほど。解除コードはあらかじめ調べておいたぜ。銀行泥棒って真正面から金出せーって大暴れするものだと思っていたけど、そいつは強盗だ。姉貴はスマートに目的地に侵入して華麗に盗む。まさに今世紀最大の大泥棒だよ。かっこいい。この宝石店の店内図を調べてもらった結果、屋上から侵入した方が金庫に一番早くたどり着けることが分かったんだ。それならいきなり屋上から侵入した方が手っ取り早いんじゃ。しかし、この店の外壁が特殊でな。外からじゃ登れないようになっているのか。ああ、だからこの店の向かいにあるビルからロープを使って屋上に移動しようと思う。ん？どうした二人とも。姉貴、地上何十メートルの高さで綱渡りしろってことですよね。帰りたい、ものすごく帰りたい。何情けないこと言ってんだ。ほら、ゾンビだっているんだぜ。ちょっと、そもそもここどこ、なんでゾンビが。って姉貴ー。まさか宝石店の地下に巨大ゾンビがいて、姉ちゃんが食われることになるなんて。そう慌てなくても大丈夫だ。こんなことは今まで何度も経験しているからな。さすがは姉貴だ。僕が姉ちゃんの立場だったらこんな冷静に対応できないよ。どんなことがあっても常に冷静に、平常心を保てるかがこの仕事の成功か失敗かを決めるぜ。なるほど。成功するためにもメンタルを鍛えないとダメなんだね。それじゃあさっき言った通り、このビルから宝石店の屋上まで綱渡りするぜ。やっぱ帰っていいっすか。バカ野郎、もうすぐ金庫にたどり着くんだ。気をしっかり持ってついてこい。こんなに高いのに普通に歩いている。メンタル強いとかそういうレベルじゃないんだけど。金庫が近くにあると思えばこれくらいなんてことはない。そして軽々と渡りきっちゃった。ここまでになるまで一体どれくらい下積みしたらいいんだか。さあお前たち、警察が駆けつける前に金庫内を空にしてここを去るぞ。あいあいさあ。うわあ、何この量の札束。こいつは予想以上だ。この店銀行より溜め込んでやがるぜ。いやっほ、これ全部いただきだー。こんな量のお金、持ち運べるのかな。私たちに不可能なことはない。全部回収しちまうぜ。姉貴、お疲れ様です。
金はすべて運び込みました。今回は警察に気づかれることなく完璧に盗めましたね。ああ、久しぶりにゆっくり羽を伸ばせそうだぜ。いやー、本当に見事だった。大泥棒だかなんだか知らないけど、私は自分の狩り場を荒らされて黙っているようなお人よしじゃないわよ。